さあやっていこうよ。やっていきますか。さ、超関係ない話なんだけどさ。はいはいはい。マヒさ、ストレス溜まるとさ、自分の体に異変出たりする？僕多分出てるのかもしれないですけど、うん、でもなんかそれに気づいたことないかもしれない、そんなに。そう、なんかこの間ツイッターで話題になってた、なんかそのストレスで壊れそうな人の前兆一覧みたいなツイッターのあって、はい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 、 それ見た時になんかその幻聴が聞こえるみたいなのがあったのね。あ、はいはいはい。俺同じような症状が実は昔出てたのよ。そのリアルで仕事してて YouTube やった時に、動画でも一回も言ったことないんだけど、俺一時期その働いてる時に家のインターホンをなんか押されて、で玄関行ってみたらもう誰もいないっていうのが何回もあったんよ。あれと思って、俺もとうとうキッズに住所バレたのかなと思ってちょっと嫌だったんだけど、まあ、何回もそれが続くもんだからおかしいなと思ってたら、はい、ある日を境に頭の中でずっとインターホンが鳴るようになったんですよ。でも本当にもうずっとピンポーンピンポーンピンポーンって奥でずっと超リアルになってんの。いいやば。でもう部屋を無音にしてるとインターホンが頭の中で止まんないから、なんか音楽かけてないと気が狂うんじゃねえかと思って。はいはいはい。今考えるとあれってあれが幻聴だったんだと思って、病院も行かなかったし、まあ、幻聴ってたまに聞こえるじゃないですか。そう、たまに自分、はいはい、あれ名前呼ばれたかなみたいな、はい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 、そういうレベルじゃなくてもうずっとなんですかそれは。調子悪い時はほぼずっといやそれは確かにやべえな。そう、ピンポンピンポンって鳴ってるけど、鳴ってるけど多分これまあ幻聴だよなって思いながら、本当に押されてんのか分かんないから、たまに本当に押されてて不在配達とか届いてて、あ今のは本当だったんだみたいな末期だなそれ。怖っ。ストレスマッハの時にそれが一回あったわ。でも最近なんかストレス感じてるのか分かんないんですけど、僕ってあんまし夢とか見ないんですよ。なんですけどなんか最近ある日を境にめちゃくちゃ夢見るんですよね。なんかその一番最初は青春系の夢だったんですよ。なんかちょっと恋をするみたいな夢だったんですけど、でその夢の続きでめった刺身される夢見ました。でその次の夢はなんかあんまし良くない夢で、それも逮捕される夢でした。やば。でも結構なんかリアルで、僕何もしてないんですよ。何もしてないってことを説明しようとしたんですよ、警察の方に。証拠とか、はい、証拠なくないですかって言おうとしたらめっちゃキレられるんですよ。黙れ犯罪者みたいなえーと思って、こんなドラマみたいなことあんのと思って、僕も絶望してましたね。うまい。オッケー。うまい。ナイス。ナイス。なんか一回占いとか行ってみたいなって最近思ってますね。占いでも俺行ったことあるけど、なんか本当に手で見てんのかって言いたくなるような内容多いから、なんか見た目見て言ってんじゃないのみたいな。手相がやりちんって言われたんよ。もうなんか女遊びの層みたいなのがすごい出てる方ですねみたいな感じで。占い行きましょうよ今度。え、占い？有名な有名な撮影 OK な占い探すか。おぱしさんは一生独身な気がする。やめろやめろ、占う占うな。別に独身でいたいと思ってるわけではないから。うん、でもおぱしさんみたいな人はぶっちゃけコロッと結婚すると思いますよ僕はそれ間違ってできちゃっただけだろどうせ。いや、まあ理由は分かんないですけど、コロッと結婚すると思いますよ。僕みたいな人が意外と結婚しなさそう。いや絶対あなたするよ。いや僕はしたいって思ってるんで、逆になんかそういう人に限ってできないとかあるじゃないですか。将来結婚するなら、でもやっぱ自分のこと好きな人がいいからリスナーさんがいいなって言ってガチ恋営業してこう。ガチ営業するか。ガチ恋営業してこう。俺結婚するんだったらやっぱリスナーさんがいいな。でも結婚する上で自分のこと好きじゃない人とまず結婚したくないですけどね。間違いない。じゃガチ恋営業したことによって、まひとくんと結婚できるかもしれないの？じゃあスパチャする、グッズも買う、ライブも行くってなるじゃん。ああ誰の話をしてんのかな。いや、 やっぱそういうのがね、多分俺らに今必要とされてるのはゲーム実況者も多分そういう色恋営業する時代なんですよ色恋営業なんすね。そうゲーム実況者が色恋営業して、お前俺以外の男のライブ行くなよつって耳元でささやく時代なんですよなるほどな。そう、真人君もそういうことしてこ。じゃあ頑張りますわ。だから年上と年下、真人君どっちが好きなのって言われたら、どっちかを絞っちゃうと年上のリスナーさんは落ち込むし、年下のリスナーさんも落ち込むじゃん。はいはいはい。だからもう絞らない。僕でもあんま女性得意じゃないから分かんないけど、でも女の子好きかもとか言って、なんか俺ワンチャンこいつなんかちょっと甘そうだぞ、ちょろそう、ワンチャンいけんじゃねって全員に思わせるっていう。で僕それで言うとその質問よく来るんですよ、ぶっちゃけた話、うん、でそういう時の返しは基本的にもう好きになったら年とか関係なくねって言ってますねいつも。ああチャラい、チャラ待つそれは。でも間違いなくないですか。だって相手の年齢知らなくて、なんかやべえ好きかもってなって、実は40代って言われてもなんかでも好きになった気持ち抑えられねえってなりません？40代はさすがにちょっと。はい、今40代のリスナー全員解除しました、あなたのこと。
いやいやいや、はい終了、はい終了、君アイドル、君アイドル失格だよ今の、アイドル失格。いやいやいや、別にアイドル狙ってないし、でもこれからは色恋営業アイドルを目指すってことっすね。そう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 、なるほど、勉強になります。で実際年上が好きですか年下が好きですかって、あれゲーム実況者は答えるべきじゃねえよな、ワンちゃん。マジでさ、だって年下だよとかって言うとさ、めっちゃ落ち込む子落ち込むじゃん。逆もまたしかりで。確かに。なんか別にさ、なんか俺たちとしてはなんか正直どうでもよくてもさ、適当にさ、まあ、まあ下かなとかまあ上かなって言ったらさ、落ち込まれるぐらいだったらなんかもうこっちもなんかめんどくさいから嘘つきたくなるよね。確かに。いや待って、僕が嘘ついてるみたいなの言ってくださいよ。でも僕は割とあんま気にしないかも。いやなんかたまにやっぱキッズでさ、なんかオパスさんって年上と年下どっちが好きですかとかってさ、あの自分の顔アイコンの女の子とかから聞かれんのよ。はいはいはい。でまあその子が該当するように答えた方がいいだろうなと思って、その子に気使って、別になんか俺上でも下でもどっちでもいいんだよ別に。だけど、はいはいはい、まあどちらかといえば下かなって女の子に気使っていったら、ええって言われて、私実はおっぱさんより上ですみたいな。もうわかんねえよもう。お前もうスノーやめろマジで、お前耳にパンダみたいなのつけるのやめろって思いながら。ダメな例ってことですねそれは。そう、じゃあそう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 、変に気使った結果女の子オーパーキッズを傷つけるという事案が昔あったわ。まあ、気にしないよ、君でありさえすればいいよってちゃんと送ってあげてくださいよ。それはちょっとなんかマジのガチ恋営業だよな。ここも勉強になったんです、さっき。あ、ね、身につけましたねちゃんと。だから俺もファンクラブでオフ会やったら、俺だから俺女の子とハグして耳たぶ噛むから。また来てねって言いながら。やば。男にもやんの？男にはやらない。男にはビンタする。アントニオ猪木スタイル。おはぐいしばれおらーっつってビンタして、ありがとうございますって言わせる。嫌なやつじゃないですか。いや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 、まあアントニオ猪木のビンタみんなありがたそうに受けてんじゃねえかよ。そのビンタ営業も始めるんすよ。ビンタ営業する。男にはもうなんか男らしい営業をして、女の子にはガチ恋営業する。麻痺もしてこ。ほら叩かれてないってコメント欄みんな言ってるもん。マジっすか。うん。それはそうだよ。思い出になるじゃん。おパスさんにビンタされるなんて想像できないよ。ビンタしていくか。じゃあおパスさんはあれですか、はい、この人の人生に少しでも参加できたからいいかなって思える女の子に出会ったことあるんですか。この子の人生に参加できてよかったとかないよ。あの時やっとけよかったっていうのだったら腐るほどあるけど。いや死ぬほどあるよマジ。いやマジ俺さ聞いて、俺大学生の時結構モテてたんよね。はいはいはい。でそのなんか結構いろんな女の子とかが俺ん家泊まりに来たりとか遊びに来てたんだけど、その大学生が普通一人暮らしの家に女呼んだら、まあみんなするんだろうなって思うじゃん。もうがっつくんだろうなみたいな、はいはい、でもそこであえて、いやマジ俺別にがっついてないし余裕あるしって言って、女の子が家泊まりに来たのにやらない俺かっこいいっていう謎の病気だったのよ。中二病の足で、そう。女泊めたのにやらないおぱし君かっこいいみたいな。別に女に言われてるわけでもなく自分で勝手に思い込んでて、そういろんなチャンスを逃してきたのよね。モサっすね。いやすげえもったいないことしたなって思う。やべやべ、これ多分木のここで降りた方がいいかもしれないです。わっ、おお、危ない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 。ナイス、オッケーっす。ナイス。そんな経験が終わりだったんですね。終わりです。いや、麻痺だって人生であるでしょ。あの時入れとけよかったーみたいな、やっとけよかったーってあるでしょ正直。僕なんかないかもしれないっす。なんだと。必ずやった。必ずやりましたね。あ、かっこいいなお前。当たり前じゃないですか。かっこいいな。100発100中。当たり前じゃないですか。リアルでもやっぱ神エイムって言われてるんで。違いますね。狙った獲物は逃さないんですね。俺もそんな人生が歩みたかったな。あと学生の時なんかあったっけな。あの時こうしたきゃよかったとか、あの子の人生に参加できてよかったとかっていうのもマジでねえしな。あんの？いやでも今はまだないかもしれないですね。これからなんじゃないですか。まあでもリスナーのみんなの人生にちょっとでも参加できて今すごい幸せかな。そうだね。僕も心底そう思うよ。そうだよな。こんな俺たちに見てくれていつもありがとう。ありがとう。愛してるぞお前ら。今度からリスナーに愛してるって毎晩言おう。毎晩言うんすね。毎晩言う。あ、足跡。パサンいます。どこに。あ、パサン落ちちゃった。やべ、今の絶対入れたのやらかした。うわ、やべ、めっちゃ出てきた。え、マジ。え、待って、なんで。あいつはうまいっすね。今絶対やれたのやらかしたな、ガチで。え、超勝てんだけどこいつら。マジっすか。めっちゃ硬いよ。フラグ。来るよ、上がってくるよ。オッケーっす。あ、来た、格差取られる。嘘やー、マヒ。マジかよ。え、待って、クセイムした。あー、頼むよ。守ってくれよ。間違いない。違う。待って、無理。グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。
お前はさらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あ、ね、頭がない。へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす。奇跡を起こす。いけるいける。やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。